ニューイングランドクラムチャウダー。フィッシュチャウダー。チャウダーは、アメリカ合衆国のスープの一種。魚介類、ジャガイモ、ベーコン、クリームなどを入れて煮込んだ、具沢山のスープ。二枚貝を入れると、クラムチャウダー。白身魚を入れると、フィッシュチャウダー。スイートコーンを入れると、コーンチャウダー。ベークドビーンズを入れると、ビーンチャウダーになる。チャウダーという名称は、米語で食事を意味する俗語。 チャウちゃんが元になったとする説や、フランス語で大鍋を意味する、ショーディエール・ショードワーが元になったとする説がある。いずれにしろ、チャウダーは、アメリカ合衆国で生まれた料理であるとされる。カナダのケベック州マドレーヌ諸島には、チョードとショードというスープがあり、これも、チャウダーと関係があるとされる。合衆国は、多くの移民により成立した国であるため、一口に、チャウダーと言っても、 移民元の国によって、具材や味付けが異なる。クラムチャウダーの例を見ると、イギリス移民が多かったボストン市などでは、生クリームを多く使い、イタリア移民が多かったマンハッタンなどではトマトをよく使う。ありがとうございます。